おはようございます。こんにちは。こんばんは。キャレです。今日も刀剣乱舞やっていきます。では続きからいきましょう。ではそれでいい。大阪城へ行きたいとは。大阪ですね。大阪の夏。行きたいですね。面影さん。この前冬だったから。もしや次に向かう大阪夏の陣にて豊臣秀頼を調査するつもりか。そう秀頼がねなんかね。緊急の偵察だと思ってくれ。このストーリーを。しかし。なんか鍵となるよ。海兵の流れを握っているのでは、それを放って城内に行くのは危険に思えるが、真田幸丸の動きは必ず阻止してください。はい、演算結果の通りになってしまいます。では真田幸丸の阻止と豊臣秀頼の偵察、2つを同時に進めるとするか。忙しい。はい、わかった。共に来るといい。面影決断感謝する。新たな流れが検知されました。秀頼の元へ。終盤5つの調査の共通項が豊臣なのはうなずける。しかしなぜ秀頼公を5つの調査が必要がある、ね、これは激アツ展開よね。今歴史改変の流れを作る者として幸村殿だけでなく秀頼公も関係しているというのですか。確かにこれまでの調査では二人の人物の関与は類がないことだ。しかし可能性はあると思っている。今之助は5つの地点が検出されたから俺たちを変則的に5部隊編成とした。そして戦力を分配し第一部隊をここにあてがった。もしやここが最も危険地帯に見えたからか。はい、そうです。時間素行軍の数、兵力ともに一番注意が必要でした。なら思いもよらない真の敵が潜んでいてもおかしくない。はい、よし、面影に従い城内へ進むぞ。向かうは総大将豊臣秀頼。鉄壁の守りが敷かれているだろう。覚悟を決めるか。決めるか。じゃあ次村正だったかな。怪しい魅力で夢中にさせましょう。あ、面影になってるバディが。ちょっと上げていきましょうか。これは脱ぐしかありません。生存が4これは脱ぐしかありません。これは脱ぐしかありません。防御。これは脱ぐしかありません。攻撃。この喜びを脱いで表しましょう。どうだろう。ちょっとつけた。力は試してこそですね。この喜びを脱いで表しましょう。強攻撃。周囲攻撃。はい、力は試してこそですね。この喜びを脱いで表しました。これは脱ぐしかありません。はい、これは無理ですね。はい、行きましょう。シャキン。妖刀伝説を見極めてもらいましょう。妖刀伝説を見極めてもらいましょうか。さて、無事に潜入はできたが、すぐに親玉に会えるほど甘くはないか。鍵のかかった部屋が豊臣秀頼の居室だろう。どこかに鍵があるはずだ。探そう。この時代に鍵とかあったか。城内の解析は不可能。何があるか分かりません。慎重に進んでください。はい、ここから行くか。時間そこを厳重な警戒態勢が敷かれているな。援軍が来てはやったです。剣を残念前に倒してしまいましょうか。はいはい。ゲイ。あ、いたいた。隣の部屋へは行けるようになったが、よもやこの先全てこの調子なのか。一部屋ずつ敵を倒して進むしかないようですね。なんとも骨折れる仕掛けです。はい、さてはびこる時間素行軍たちにはどいてもらいましょうか。
ほいほいやっこい、あら。隣の部屋、特に強い変異が生じた。なんか咲いてますね。当てずっぽうではキリがないな。変異が強い部屋をたどってみるか。ほい。私の何だ。よいしょ。いいね。これが当たんないんだよね。で、周囲攻撃。おお、すごい。そうは草だわ。なぜそうなる。間違いない。なぜそうなる。よいしょ。あれ持ってきましたね。あれ、じゃあ。めっちゃ部屋やばいな。今の果敢に攻められた光の部分。ういレクスロア妖刀伝説に迷いなさい。後ろいる。かもしれんな。決まって奴が鍵の守り手なのか倒して確かめるとしよう。鍵だ。これで秀織校に目通りが叶うな。急ぎ普段の部屋へ戻ろう。時間速攻軍の援軍が出現。豊臣秀頼のいる部屋の近くです。初めに通った部屋は敵に塞がれているだろうってな。他から回るとするか。よいしょ。
やいいですね。敵がほんと増えたよね。やはり豊臣秀吉。行きましょうか。面影が。よいしょ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 。いいね。ついてきてる。下が。はいはいはい。うまくいきましたか。文句はない。うまくいきましたか。文句はない。あ、やべ。はい。お、クリアかな。もう終わりでしたか。お、一気に上がった。どうです。心愛の証に脱ぎましょう。やっと。たどり着いた。間に合ったね。ああ、敵の守りを崩すのに苦労した。さて、進もうか。いや、待ってくれ。この先は私一人で行こう。え、大丈夫？秀頼公はすぐそこです、うん、面影さんの懸念点を突き止められるまでお供しますよ。いや、城内を進むのにだいぶ時間を要した。あ、なんか嫌な予感するよ。皆は城外で動きがないか備えておいた方がいい、うん、この地で確実に決着をつけなければなりません。これ以上偵察を進めてばかりもいられませんね。うん、わかった。ではここは面影に任せよう。これが誤った選択じゃなければいいのだが。互いに武運を祈ろう。祈ってますよ。面影殿の言葉、別れの挨拶のように聞こえました、うん、本当にただの偵察なんでしょうか。どうやろうな。新たな流れが検知されました。日の本一の、なんて言うだっけ、日の本一のなんだっけ。トンボ切り、参る。まあ並び立てることが嬉しいですよ。雪村、余計なことは考えるなっていう。自分は天下無双にはまだ。バカがバレる。精進し続けます。いや、もうバレてると思うけど。はい。真田幸村が時間速攻軍を引き連れ、徳川本陣に向かってきています。承知した。徳川本陣は必ず守りきる。家康殿、お命頂戴つかませる。物に心の信じるままにただ突き進む。なんと熱い生き様でしょう。よっ、おお、日の本一のもののくね。思い出す、よかった、思い出すで。当たってない。一度引いて体勢を立て直すか。真田幸村が引いたか。だがこれで終わりとは到底思えんな。
時間底軍の増援か。来た。手早く型をつけよう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。わあ結構湧くね。本当に湧くようになったな敵が。マジ？敵も鈍器を出してきた。どうした？どうした？触れれば切れると。当たるかな？当たってる当たってる。蹴散らすまで。俺たちも油断してはいられんな。敵が徳川本陣に接近しています。至急撃破してください。マジ？これ接近したらやばい。ちょっと待って、あ、死に、やばい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 、まずいよ。徳川家康を討ち、豊臣を存続させる。それが私の夢。突きをつけ、私の貫くべき義だ。夢か。夢、希望。故に俺たちはあなたを止めねばならん。はい。その前雪村を倒したい。よいしょ、よいしょ、ハメ。ですが、私はまだ負けたわけではありません。聞きました。しかしあの口ぶり、いつぐまた戦場へと舞い戻ってくるでしょう。はい。どっちか。当たってる？蹴散らすまで。撃て！敵の進軍を阻止するのだ。大丈夫。はい。徳川の兵たちもなかなかの奮戦ぶりだ。俺たちも負けていられんな。そう？おまさ、お前が静かだと。なんというか少々不気味だな。私としたことが敵に夢中になりすぎていたようです。動きたいのかって拭うのかって。あ、いや自分が悪かった。それよりも今は結局ね、共に切り抜けるぞ。結局脱ぎましょう。敵の方向を抑えられたら、はい、まだ安心はできないだろうが。時空の歪みが出現。現れた時間底軍が徳川軍に襲いかかっています。いいんでしょう。現れた能力は何度でも塞げばいいのです。弾を惜しむな。最後まで撃ち続けろ。どやっ
お、風船してますね、鉄砲隊。はい、真田幸村の反応を再度検知。どこだ？ひるむな！もののふの心を持つ者よ！私に続け！幸村殿、なんというか。触れれば切れるぞ！触れれば切れるぞ。蹴散らすまで！その強さだ。果たして自分たちだけで抑えられるだろうか。どや？お。ならば、ここは徳川の鉄砲隊の力を借りるのはどうだ？ね、我々も撃たれるのでは。それは妙案。では、鉄砲隊のもとへ雪村殿を誘導するとしましょう。OK。またしても私の前に立ちふさがるのです。ならば、あなた方を先に撃ちます。おいで。真正面から戦っては時間がかかります。このまま鉄砲隊の元まで誘導しましょう。はい。真田幸村だ。撃て！徳川の鉄砲隊か。幸村殿の勢いが落ちた。今ならば。私は引かぬ。引くわけにはいかない。たとえここで命を散らすことになろうとも。真田幸村の志に俺たちも志で応えよう。冒険男子の務めを果たすため。あ、また出てきた。いざ参る。逃げ足早いな。皆の者、撤退だ。武人として働けただろうか。いいね、ツーショット。主に天下無双の名前を与えられるよう励みます。はい、真田幸村、純粋さがそのまま人の形を取ったような心の強き将であったな。ええ、幸村殿には夢の先をまっすぐ見据える強さがありました。故に敵も幸村殿を。完了。あ、雪村。あ、やばい。うわ、虫来た。そうだ、諦めるものか。私が秀頼様を守り抜くのだ。来たか。虫たちはさながら夢の森人、あれを倒せばいいはずです。セクシーな足やな。村松さん、夢が物語の家の断片なのだとすると、ああ、消滅させ続けた暁には何が。今之助、なんかありそう。はい、想定外です。はい、演算変化。大阪春の陣が浮上しようとしています。大変危険です。はい、目標を切り替えます。虫を討伐し、義士を消滅させてください。雪村殿は生きながらえ、はい、虫に取り込まれた。こうなっては致し方ない。秀頼公もこの歴史では生存しているようです。大影さんが戻っていませんが、どうしたのでしょう。流れが検知されました。願いを貫く虫、虫からやっていきましょう。はい、面影も未だ城内で戦っているのかもしれんな。うん、三日月殿、今回はちょっと女方の虫だったね。面影殿を探しに行きますか。いや、きっと全て見越した上で面影は一人で出向いたのだろう。はい、
猶予はない。あとは互いの勝利を信じるだけだ。行くぞ。はい、じゃあ三日月行きましょうか。うん、では仕事。共に草場に立てること誇りに思います。ほら蜂かな、なんか蜂ですね。今俺たちにできることはただ一つ、あの虫を倒すことだけだ。必ず撃ちましょう。勝て勝て。調査を完了し、面影殿との再会を果たすためや。気をつけ。力を貯めているようです。これは強行。相手は好きだらけです。え、全体じゃないこれ。大丈夫。ためらっている暇はない。仕掛けるぞ。お。地面に落ちた。オッケー。攻撃を受け、溜めていた力が暴発したのか。あ、なんか六文銭のマークありますね、尻尾に。勝機が見えた。真田家の。さあ、今こそ攻めに転じる時。よし。行くぞ。行くぞ。使います。当然のこと。いいね、いい感じよ。お、なんかやらんか。おお、増えた。え、増やす増やす増やすパターンある。なんだ、敵の様子。気持ち悪いな。それにあの小さな蜂は親玉を守る兵といったところでしょうか。邪魔ですね。さっさと倒してしまいましょう。はい。邪魔で仕方ないです。ならば倒すほかないだろう。やはり親玉に集中するためにもな。今だ、行くぞ。よし、行こう。ジジイも出るぞ。ジジイも出るぞ。行くぞ。よいしょ。いいね、当たってるよ。息があったな。何よりです。このバディ技があったから。敵の動きが決まった。仕掛けるなら今だ。おおおおおお、増えた。忙しい奴らだな、お前。敵のまとう空気が変わった。先ほどまでより強い気を感じますな。はい、敵も最後の力を振り絞ってきたわけか。決着の時は近いな。この戦いで調査が終わるはずだが、日本に気がかりだ。こんな騒ぎがする。はっ、ええ、この助も黙ったままですし。お、いけた。いけたけど、まあ、なんかあるやろうな。女型の敵だったね。終わったな。めっちゃレベル上がった。これは愉快。雪村殿。さて、これで。いやー、それはないだろうな。となればいいが。なんかありそう。あるね。ここ虫は取れ倒したけど。終わりましたね。面影殿はいずこに。うん、ほら、なんかあるね。あったね。これはまさか。何事。サーレ、
の分身みたいなやつ。贅沢の邪魔はできない。わわ、なんか偽物みたいなやつ出てきた。あー、こいつが多分ラスボス黒幕。いえ、これはどうなるんだろう。はい、わかった。まあそのまま進めますかな、うん、たまには店でも覗いてみようか。おおお、こういうのが手に入った。買っとこう。おお、なかなか良いもん。これはいいな。まあ、とりあえずこれは裏で買っとくか。これとか。よし、いいもん見つけた。よし、いいもん見つけた。使えりゃ何でもいい。さあ、このまま進めますわ。ではそれで行こう。新しい合戦か。どうしよう。一旦切りますか。はい、ちょっとね、急遽ここまでにしたいと思います。いや、わかんないので次回の機会の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。